こんにちは、しょうごです。ハロー、みさきなおだよ。最近はいろんなアニメがリメイクされてるけれど、現代美術で美男美女になったキャラって多いよね。例えば妖怪ウォッチとか。いや、そこはゲゲゲの鬼太郎だろ。というわけで今回はゲゲゲの鬼太郎の登場人物、猫娘を描いていこうと思います。だから BGM がちょっとホラーチックなのね。そうです。ちなみに今回はゲゲゲの鬼太郎第6期を参考にしています。現在放送中のスタイルがいい猫娘ね。最初見た時はかなりびっくりしました。でも5期の猫娘も可愛くておすすめだよ。鬼太郎って10年前後くらいでリメイクされていて、その時代にあった作画やストーリー構成になってるところが魅力なので、いろんな世代に評価されてる気がします。ところで今回の作画は厚塗りもどきで描いていこうと思います。青でベースを塗って、その上で色を何回か重ねていく方法ね。ただしこれはあくまでもどきであって、本格的な厚塗りではないことをご了承ください。あと、大まかにはみ出して塗っているのは、後からペン入れしてはみ出た部分を、投げ縄消しツールを使って消すからです。その方が案外全体を見た時にうまくいってるように思えるのよね。まあ、勝負の実力じゃ、たかが知れてるけどね。おい、さらっとひどいこと言ったね。いいのよ、勝負なんだから。よくないわ。気を取り直して厚塗りもどきについてですが、以前の動画でエヴァンゲリオンの桂木美里を描いた時に同じような描き方をしています。概要欄に URL を置いていくから、よかったら見てみてね。ところで今回はちょっと難しい構図にチャレンジしているね。これは6期の鬼太郎を見た時に、過去シリーズ以上に猫娘のバトルシーンが迫力があって凝ってるなぁと思って、それをイメージして描いてます。確かに今作は猫娘のバトルシーンが増えてるね。 CG 技術が大きく上がっているのもその理由かもしれません。昔の鬼太郎を見てきた人にとっては、今の鬼太郎について違和感があると賛否両論あるようだけれど、現代に合わせたストーリーやアイテムが登場するところもゲゲゲの鬼太郎の魅力だと私は思うな。ちなみにゲゲゲの鬼太郎のゲゲゲとは、作者の水木しげるさんの子供の頃のあだ名だそうです。小さい頃、自分のことをしげるって言えなくてゲゲるって言ってたのが始まりなのよね。つまりゲゲゲの鬼太郎とは、しげるの鬼太郎って意味らしいです。以上、豆知識でした。あ、これは2010年頃に放送されていた朝ドラのゲゲゲの女房を元に話しています。個人的にこのドラマは漫画やイラストを仕事にしている人、もしくはこれから仕事にしたいと思ってる人ならば、グッとくるものがあるんじゃないかなと思います。ところで作業の方はペン入れに入りました。前回の厚塗りもどきでは透明水彩を使ってやりましたが、今回はあえて普段通りの G ペンを使ってみました。それが吉と出るか凶と出るかだね。個人的にはそこまで悪くなかったかなと思います。あと、なんとなくですが、デジタルは G ペンが書きやすくて、アナログは丸ペンが描きやすい気がします。人にもよるんだろうけれど、絵や漫画を描く上で自分に合った道具を模索するのって大事なのかもね。道具にはある程度こだわった方がクオリティが上がる気がするよ。あ、もしおすすめの画材とかあったら教えてもらえると嬉しいです。ところで、ペン入れはもうちょっとかな。そうだね、あと少しで終わりそうです。ただ今思えば、もう少し線の強弱が出ればよかった。今更後悔しても遅いから諦めなさいですよねー。
にもよりますが、だいたい3年間くらい放送されてたみたいです。一つ前のゴキが何話あったか覚えていませんが、今回のは結構長期放送だったように思えます。ゲゲゲの鬼太郎第6期は水木しげるさんが亡くなられてからの最初のアニメ化で、放送当初はいろんな意見があったようですが、個人的には結構楽しめました。ところで、ゲゲゲの鬼太郎は何期から見ているの？記憶がちょっと曖昧ですが、4期からだと思います。正直テレビ放送よりも映画のゲゲゲの鬼太郎大怪獣の方が記憶にはっきりと残っています。 Amazon プライムなどで見れるようだね。さてここからははみ出た部分を消す作業に入ります。消す方法は他の書いてみた動画でも何度か言いましたが、投げ縄塗りツールを複製した投げ縄消しツールを使って消したい部分を囲って消します。毎回言ってるね、これ。いや、すでに知っている人も多いかもしれませんが、本当に便利だなと私は思って言っています。あと、他に言うことないからだよね。あ、バレてました。でも本当に自己紹介動画で少し言ったように、この動画ではお絵かきに関する講座を行いません。その分、描いていくキャラの情報や作品に関する雑談がメインです。お絵かき情報を探してる人には結構物足りない動画かもしれません。それでもよかったら最後までゆっくり見ていってね。あ、そうそう、ゲゲゲの鬼太郎の次のアニメはデジモンシリーズ第1作の完全新作アニメらしいよ。この作品も懐かしくって楽しみです。思いたくなるのもわからなくはない。現在の投げ縄消しツールを使った作業が終わったら仕上げ作業に入ります。作業に集中すると無口になるたちなんです。無口って私たちもともと音声ソフトでしょ。なおこそメタ発言やめてくれ。今回はどちらかというと下から見た構図なので、紙にはハイライトだけでなく左側にリムライト、逆光を入れてみました。後の工程は動画が長くなるので少しカットさせてね。以上です。6期の猫娘はツンデレキャラでバトルシーンもかっこいいからファンの方が多いような気がします。このイラストは後でショーゴのピクシブにも置いておくね。ピクシブの URL は概要欄にありますので、よければご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。よければ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。